妻とめぐって天才同士が繰り広げる激しい頭脳戦。犯罪者を次々と粛清していく主人公ライトを演じるのは藤原竜也。そんな彼の前に立ちはだかるのが、はじめまして、エルです。謎の名探偵エルを演じる松山ケンイチ。ストーリーの鍵を握る2人のイケメン俳優を徹底フィーチャー。藤原竜也くんは埼玉県出身の24歳、身長178センチ、中学時代はサッカーで県大会ベスト4に入ったことも。15歳の時に蜷川幸雄の舞台新徳丸のオーディションに合格して芸能界デビュー。数々の舞台を経験し、役者として着実に足元を固めてきた実力派である。その罪を思いつく頭も、具体化する想像力も、実行に移す時間も足りないほどだ。俺のような奴が天地の間を這いずり回って何になる。2000年、映画バトルロワイヤルで主演を務めると、18歳にして日本アカデミー賞優秀主演男優賞を受賞。活躍の場はどんどん広がっていく。青い海に映える爽やかな笑顔で女性のハートをつかむ藤原くんは、ニューカレドニア親善大使という立派な肩書きも持っている。さらには写真集でナイスバディを惜しげもなく披露。色気とたくましさが詰め込まれた写真集、そこには彼の新たな魅力が。そんな藤原くんに共演した松山ケンイチくんについて聞いてみた。松ケン、ね、藤原さんと、藤原さんで、あの竜也さんの舞台見に行きますよって、あの気やしないまだ見てない、もう東京終わっちゃいましたよ、今大阪ですよ、言っといてくださいよって言って、本当来ますからねやばいと思ってすぐ来ちゃうから一つの役に関してとか作品に対して追求して現場に入ってくる俳優さんだなっていう印象がまず一個あったのと、だから面白かったで、一緒にやって面白かったっていうのと。敵対する役になりきるため、撮影中2人はほとんど口を聞かなかったという。でも仕事が終われば一緒に飲みに行ったりと、かなりの仲良しなんだとか。そして松山ケンイチくんは青森県出身の21歳、特技である棒高跳びの実力は東北大会で4位に入賞するほど。映画を中心に活躍する松山くん、作品ごとに全く異なる表情を見せる。純朴な高校生を演じたかと思えば、サランヘヨ、こちらでは不良少年。かっちりセットしたリーゼントも決まってます。ねえ、みんな真剣にやってる。映画男たちのヤマトでは戦艦ヤマトの乗組員を熱演。制作総指揮の角川春樹が、彼こそ日本のジェームス・ディーンだと絶賛。自らのキャラを自在に操る彼は、いつしかカメレオン俳優と呼ばれるように。そんな松山くんのチャームポイントといえば、シラウオのように細くて長いこの綺麗な指先。その指を見せてくださいとお願いしてみると、ちょっと恥ずかしいですねちょっといや恥ずかしいですよ、恥ずかしいですよなんて言いつつ、カメラの前でさりげなくくるくるあ、これは僕の大好きな監督の仕草なんですけど、ね、あ、もやれたね、はい独特の漫画と同じ座り方もな、はい、結構苦労されたってことだったんですけど、そうですね、しびれっぱなしでしたねどうしてなんですか、いや僕は体硬いんで、ずっとああいう風に座ってると足がしびれてきちゃって彼の性格、まるで猫のような姿勢で座り続ける松山くん。撮影が終わって体も少しぐらい柔らかくなったのでは。実は松山くんと藤原くんは同じ事務所の先輩後輩、年が近いこともあってお互いが意識する間柄なのである。
切磋琢磨しながら演技力に磨きをかけていく2人のイケメン。将来芝居の世界を引っ張っていくであろう彼らに注目だ。これが藤原竜也くんの写真集か。あら、いやん、おお、おほ、ちょっとこれ刺激が強いわね。そしてこっちが普段の松山ケンイチくん。エルと全然違ってもうすごい好青年じゃない。でもね、どっちも母性本能くすぐられちゃうのよね。そんな達也くんと松山くんの素顔を共演したこの方が暴露してくれました。ハッピースイーツのコーナーです。人気美少女アイドルの天音美さん、ライトやエルと絡んで物語のキーパーソンとなっていく。そのミサを演じるのが笑顔がキュートな戸田恵梨香ちゃん。彼女が見てしまったイケメン2人の素顔とは。天音美さん役をやらせていただきました、戸田恵梨香です。私今までお二人ともクールなイメージがあったんですけど、実際お会いしてみるともう変顔しちゃうし冗談も言われるし、なんかすごいギャップのある楽しい方たちだなって。本当素敵な方たちで。そんな楽しい2人との PR 活動での一コマ、たくさんの報道陣を前にデスノートを大々的に宣伝するのかと思いきや、松山くんが何やら藤原くんに耳打ち。そしてズームズームイン、あ、ズームインで、エリカちゃん、さっき言ってた変顔って何？メイクさんと松山さんと私が3人でいた時に、あの目の下のクマを消すのに鼻の下を伸ばすとやりやすいよっていう話になって、松山さんがすんごい顔されて、もう鼻の下をこんな伸ばして、もう真上を向いてすごい面白い顔されてましたとエリカちゃんが言っていましたが、してないですよ。多分普段の顔変顔だと勘違いしてるんじゃないですか。ちょっと僕はそれがすごいショックですけど、絶対そうだと思いますよ。してないですね。抗議します。来週公開の映画デスノート完結編では、ライトとエルの戦いがますますヒートアップします。その見どころを今夜はちょっとだけお見せしましょう。今私が死ねば真っ先にライト君が疑われますから。君が死んだら僕がキラか。チェックメイト。第二のキラは顔だけで殺せる。それが死神の目だ。第一と第二のキラが手を組んだら大変な脅威になります。私がエルの名前を見る。死んでんぞ。キラなんかじゃないし、言ってくれよ。最後に名前を書かれるのは誰デスノート待望の完結編は11月3日いよいよ公開。